きチャンネル。ちょちょ。こんにちは。さあ、今日は、勝ち星編です。はい。はい、12球団ドラフトで。はい。誰が一番、全員足したら一番勝ち星が高いか勝負です。はい。ね、皆さんもぜひね、チェックして、誰がね、勝つか。はい。あの、予想してください。はい。これはもう戦略ですよ。はい。どこのドラフト、誰を行くかで、かぶって、もうほんとね、あの打点の時のヤクルトとか、はい、うん、あのもうその前の墓場さんの阪神みたいなことになったら、本当に大変です、あれ地獄よ、はい、ピッチャーかけられるからね、はい、でもその代わりリリーフでも昔の木澤とか、はい、昔のあの俺らの時だったホークスの篠原とかみたいに、リリーフなのに最多勝率取るみたいなのあるからね、はい、そうですね、うん、だから別に先発じゃなくてもいいからね、うん、難しいな、リリーフ選ぶって結構難しいな。いやでもあれだよ、もう被っていったらリリーフしか選べないから。まあそうですね。ああ、まあ、そうなったらね、はい、だから戦略とかどういくかが勝負だね、はい、ちょっと被せないでよ、本当に。いやもうドラフト1位勝負だからね、1巡目マジで被せないでよ、ドラフト1位どこ行くかが、ドラ1ね、ああ、うわ、これもう1位こんないるのに被った地獄だよ、本当ですよ。でも被ったら自分らも地獄じゃん、うん、もし俺と先生かぶったら袴さんも地獄だから、ね、どんどんいなくなるから確かにそうですよねえ、待って、みんな地獄になるからね、はい、あの1人取ってて、うん、2、3、そのチームで 2,3 番目取るんでかぶったらもう嬉しくてたまんないけど、そうですね、うん、一番最初かぶったら全員地獄よ、うん、ってことはもう最初もうかぶせに行く か、 だからこれもうみんな一緒にやってても面白いよね、見ながら。そうですね、うん、おわ、かぶったとかね、見てる方もね、一巡目どこ行くか、行きますか、じゃあ。いい？おいしょ。これによってそのピッチャーの信頼度の高い順って言ってもあれだからね。そうですよね、うん、ここまでまだ開幕してもないのに、そうです、信頼度どこまで高いのかにもよるからね。一巡目よ、はい、いいですか。いやもう、はい、 OK、 はい、せーの、藤井。うわー、もう本当にやめて先生。よし、絶対山本やん。いやもう俺はもう山本はもう山本捨てたのよ、うん、もう俺は、はい、あのもうだからソフトバンクの藤井です。はい、いいもんな。いや先生セリーグ行くかなと思ったんだよな。いやいいね、これはいいね、一巡目取れたら気分いいね、うん、いや山本くんね、はい、じゃあ行きましょう。え、じゃあもう私はあそこ行くからね、先生本当にかぶせたら地獄だからね。いやだからそれはもう、それは分かんないよね。分かんないじゃないですか。本当に地獄。まあでも1巡目取れなかっても、うん、佐藤さんも次取れないってことだから。そうですよ。うん、そうそう。はい、じゃあ行きましょう。せーの。佐々木朗希。ああ、いや迷った。私も佐々木朗希すっごい迷った。はい、いやもう行きます。私青柳投手で。これ一つの難点あるからね。はい。そのチームのリリーフを見ないと、なおえパターンあるからね。確かに。いいピッチングしたのに、勝ちつきませんみたいな。うん。だからそこも考えて飛んなきゃいけないからね。なおえパターンってあれですか？ん？なお、え？うん、なおエンジェルス、今日もなってました。巨人のなおえかな、私。はい。いやー、かぶりたくない。いいですか？いいですよ。はい。せーの、宮城。あ、かぶんなかった。オリックス宮城。はい。私は戸郷投手。ジャイアンツ。で、先生が高橋コーナー、はい、オリックスが山本いなくなったからね、うん、早く宮城を取っておきたいっていう、ね、うん、これむずいぞ各チーム3人、これはめっちゃむずい、これかぶったら地獄だからね、本当にそうですよ、うん、だってもう下手したって3番手で10勝したらすごいからね、うん、そのチーム、そうですよね、絶対上位いってます、うん、うん、はい、いいですよ、はい、いきますよ、せーの、今永。高橋宏斗。今永。私高橋宏斗投手。佐藤さん今永投手。うん、先生が？伊藤大海投手。ああ、ファイターズ。高橋宏斗投手。はい。今永ね。いや、被らないね。被んないですね。まあ、ピッチャーいっぱいいるからな。うん、あそこかな。はい。いいですか、はい、せーの、マーク。マーク、マーク、あー取りたかった。私、小川投手、ヤクルト決めた。早いね、うん、次はもうこれって決めてたんで。最初から決めてましたパターン、はい、
決めてます。いいですか。せーの、トコだ。俺トコだ。森下。そっちですか。はい、そっち行きました。ちょっとあの出だし遅れるよ。出だし遅れる。ゴールデンくらいに合流するという情報を掴んでます。じゃあ私カープは後で、私のリモト投手。俺もトコダ派だから。トコダ派、僕森下。ちょっとあれだね、あの俺がマーク行ったから焦ったパターンだね。あのもうマーカー乗り物が絶対欲しかったんで。マー乗り、マー乗り絶対欲しかったので。これ見てると面白いよね。あのあれそれ行ったか、うもう行っとかなきゃパターンで、そうそう、ここで一番最悪なのが、うん、そっからかぶり出す。そう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 。二人がね、それ思っちゃうと地獄のあのオスナサンタナパターンになっていくからね。でもマー君のリモートどっち行こうかなってめっちゃ迷ったんですよ。でマー君行ってくれたんで、じゃあもうのリモートで先生がこれかぶせに来たらどうしようかと本当に思って。さあ次だな、これ順番ほんとマジ重要だからね。そうなんですよ。ちょっと待ってくださいね。これはマジ順番大切や。そのピッチャーがいいっていうのは大前提なんだけど。そうなんですよ。その順番やですね。うん、決めた。いいですか。決めた。はい、いいですか。はい、はい、せーの、平。おいしよし平。あー、もう私も絶対どっかで行こうと思いましたけど、もう私は東投手にしました。 DeNA ジャイアンツ、グリフィン。はい、じゃあ俺はもうジャイアンツいいでしょ。で DeNA 東ね、平 OK。 6球団か今。うん、あと半分よ。まだあと6球団か。決めた。はい、決めましたか。あ、ちょっと待ってね。ローテーションがどうなるんだ。はい、決めました。はい、いいはい、いいですか。うん、せーの、高橋奎二。取りたかった。ヤクルト、俺は高橋奎二。私はもう小川投手、高橋奎二投手めっちゃ迷いました。ヤクルト入れるとき、でもケーキ入れとかなきゃいけないよ俺は。いろんな感じ でも絶対佐藤さん高橋奎二投手行くだろうなっていう。 いやでも俺迷ったんだよ。あの吉村でもいいんだよ。あー、ルーキーのね。でもやっぱお前取っとこうと思って。はい、高野誰さ。あれ私も誰って言ったっけ。ん、はい、じゃあもう危険。いや、ちょっと待って。危険、はい、一人危険。あ、小島投手、小島投手。小島ね。小島投手持って、持ってのあの、死神ついてるよ。大丈夫あの、いいピッチングしても勝たれへんっていう。大丈夫。呪いが。いや、そんな呪い大丈夫っすよ。去年も、はい、だからもう隅田と一緒よ。そうですね。去年も、いいピッチングしても、ノーエンゴよ。いや、でも、あるかもしれないじゃん、今年はっていう。先生誰だっけ。あ、西勇輝。西勇輝です。いつよ。はい、決めた。はい、いいですか。はい、いや迷うな俺。迷うな。迷うよね。迷う。よし、決めました。はい、いいっすよ。はい、せーの、山沢。いや私も行きたかった。噂は投手、私山岡投手。オリックス噂は投手、ファイターズで、先生が僕は和田。あ、ホークスのかけます。はい、42歳、うん、ってことはファイターズも私は取って大丈夫。ホークスもだ。あ、じゃあ私もあと被んないです、うん、俺ももうあと被んないよ。はい、じゃあみんな一人ずつ言って感じですね。そうだね、そうだね。ゆっくり決めようかな。ゆっくり決めよう、うん、私じゃあホークス、大関投手。僕ヤクルトはサイスニーできます。はい、これじゃあ巨人はビーティ。オリックス山下俊平。じゃあ俺中日は大野。はい、雄大。はい、あんま被らなかったねピッチャーは。そうですね、ええ、じゃあ私ファイターズルーキーにかけてみようか。お、いいじゃないですか。金村くん、じゃあ金村くん。で俺阪神は佐伯。おー、はい、いいっすね。いいですね。僕もっとバグチーいきます、はい、DeNA バウアーやってくれという期待で。まあまあね、はい、大物が来日しましたから ね、 大物だね、うん、よし俺ロッテ、はい、種市。おお、復活組で、うん、よっしゃ。僕じゃあ楽天早川いきます。はい、
今年いい感じですからね。そうですね、オープン戦も投げててすごい評価良かった、ね、はい、多分このチャンネルも見てると思うんで。あ、そうだそうだ、早川投手佐藤さんのファンらしいですよ。そうだよ、だから俺のキャッチャー見てほしいって言われてあげたもん。あ、え、直接言われたんですか。枠井から連絡して。あ、へ、で本当になんか昔から千葉だから佐藤さんのすごいファンらしいですよ、ね、キャッチャー見てほしいって。じゃあで早川言ってるって枠井から連絡来て、うん、じゃあ今度行くとき持っていくわって言って、で、あげた。うん、そうそう、だからきっと見てくれてると思います。そうなん、喜んでるよ。じゃあいいじゃないですか。きっときっと見てるかは、ね、佐藤さんのファンだけど見てるかしらゲンダ見てくれてるらしいから。あ、そうなんですね。あ、言ってましたね。ゲンダさんの奥さん YouTube 入りましたからね。そうなん、はい、一発目のとこ100万超えてましたよ。そうなん、すごい、すごい。あ、やっぱ乃木坂だってすごいですね。江藤さんと俺だってマイアミで写真撮ってるから一緒に。写真撮っただけですよね。広島で。しかも呼ばれてる。へえ、一緒に撮ってくださいって。佐々木さん、だまあプロ野球ニュースで一緒にやってたっていうのもあるし。あ、そっかそっか。あ、そうだ。おお、来てるんですねっつって、で写真めっちゃいい感じで。いい感じに。いい感じ。いい感じで。じゃああと二人選んでないですね。いい感じで。え、どっちがいいんだろうな。ライオンズやっぱピッチャーいいですね。いますね。じゃあライオンズ今井投手。うん。いや松本投手のすっごい迷って、僕与座投手と迷いますね。ああ、私今井、松本どっちにしようみたいな。あとカープ、何気にエンスもいいよ。いや、そうなんですよね。多いですもんね。ライオンズいるんですよね、はい、だからあんまり困らないっていう。私最後大瀬良投手で、うん、ということでね、はい、皆さんぜひね、誰が当たるか、うん、ね、誰に一票なのか、であとは、うん、俺らが選んだピッチャーを何勝するかとか予想して、あ、そうですね、でどういう得点になって誰が勝つかとか、うん、やっと面白いと思います。そうですね、で、はい、俺は全員10勝すると思う。そういうのが自信満々にあるのかな。ちなみに確認する、ん、負けが引かれることないですね。貯金数、いや、こうやって勝ち星だけ、これ勝ち星だけ、積み重ねだから。あ、よかったです、うん、楽しみにしていきましょう、はい、答えはね、半年後なんでね。半年後は、はい、はい、よっしゃ。